高校卒業記念に制作したアルバムが注目を集め、一気にガールズバンドシーンへと躍り出たスプリットボブ。だが彼女たちは周囲の期待を横目に1年半の沈黙。そして今ニューアルバムを引っ提げてついに動き始めたのだった。この日の朝7時。いつもこんな早くないですけど。自分でやったよ昨日。マニキュア？はい。多少眠そうだがいざ出陣。頑張ってね。関ヶ原ライブウォーズ、女性アーティストだけの野外フェスだ。スプリットボブの出番は11時と早い。観客は集まってくれるだろうか。あーなんかすごい加速か、すぐ終わっちゃいそう、加速したまま終わるのやだ。1時でもうしょうがないね。しょうがないけど、こちらのタイムテーブル。車の中の話題は今の彼女たちのある悩み。なんでうちら芋っぽいの？うちら芋っぽいから顔が芋っぽいからだ。痩せよ。つらい。化粧薄かったしね。そうか、化粧してればいいわけじゃないと思うよ。そうだよね。なんか顔の表情とかさ、ドンとしてる感じとかさ。田舎オーラだけじゃやけないオーラだよね。オーラがない話をしていたら会場到着。ステージそれでやる。ステージはダメなんです。可愛かったじゃん。ハードなバンドだから。ハード。こんなの着てちゃダメ。こんなん着てちゃダメ。こんな服ばっかしか持ってないもん。うん、そしてまた。なんでうちらこんなオーラないの？ちっちゃいから。もっと大きくなりたい。全員かまちぐらいになれば綺麗なのにね。ちっちゃいからあるかもね。それも絶対あるよ。いや、ない。ない？悪いけど関係ない。フェスって初めて？初めてです。やったね。やった。どんなとこなのか。え、待って、怖い怖い。うわ、ガチだ。でもさ、よく見るやつだって。やだー。そこには大きなステージが2つ。立派なフェスの会場だ。あ、かっこいい。いちいち感動。新人アーティスト枠だけど来れた。本当に上がってきた。思ったより大きなステージを目にして興奮した後、話題は自然と。じゃあちょっとさ、で改めよう、ちょっとなんか相談しよう、やってよ。なんかさ、もうさ、そういうレベルじゃないよね。その人格のレベルじゃない。発売の問題だと思う。どうしたら自分たちが憧れるアーティストのように輝くオーラを出せるのか。それはバンド全員の課題であり、個人個人の問題でもある。自分たちの音楽でオーラを見せるしかない。これで本番よろしくお願いします。お願いします。なんかちょっと未知な感じ。雨降らないといい。調子は頑張りますって感じです。だったら食べなきゃ、取らないんだから。つかみます。いろんな意味で。そこへ無常の雨が。私がいつも雨降るそう。絶対そう。徐々に強くなり本降りになった。
デビューシングル「ポーカーフェイス」。守りたい人がいるから、走る早く道を急げ、花びらがし手を惜しむのは人の勝手な解釈。未来定番曲フューチャースタンダード。フェスが始まった。だが結局雨は止まず、ステージ袖へと移動する時間になった。関ヶ原、雨が降ろうが槍が降ろうが戦わなければ。今のお祈りなの？お待ちない？いや、雨やんでほしいなと思って。スプリットボブにとってのオーラ、それはこの明るさではないだろうか。皆さんこんにちは、スプリットボブです。今日は本当に一瞬で終わっちゃうから、だからみんな雨なんかに負けんな。決戦の時は来た。